8月のチームパワプロ女子結成から早3ヶ月、持ち前の野球センスで驚くべき成長を遂げた片岡あゆみさん。前回 S3 の瀬戸選手を見事作成、福岡大会に挑みましたが、結果は惨敗。結果言ってないもん。私だけ頑張ってもあれだし、確認させて。もしかしてまだ私2人とも作ったんだよ、2人とも S ランクだよ、はい、私作ってないとかないよね。さらにチームメイト瀬戸斉藤を一生懸命作ってきた片岡さんに対し、実は瀬戸斉藤の2人チームメイトをサクセスで作ってなかったんです。自分たちから誘っておいてこれはまずいでしょう。そんなモヤモヤを残したまま福岡大会が終了。チームパワプロ女子に亀裂が。今日何で呼び出したか分かりますよね。パワプロ TV をあれだけやってきて何なんですかこのデータ落は。まあまあいいでしょう。で、選手は作ってきたんですよね。まだです。呆れた。それでもチームパワプロ女子なんですか。いやちょっとやってられないですね。ちょっと僕はもう帰りますよ。じゃあ待ってください先生。私たち勘違いしていました。片岡さんがいれば野球の面白さは伝わるって。けど私たちチームってものが何かちゃんと理解していなかったんです。一人じゃ何もできない。メタル先生お願いです。もう一度だけチャンスをください。これで最後ですからね。お前ら何も分かってない。とまあいろいろあったようですが、やっと選手を作るみたいです。片岡さんとの約束ちゃんと果たしてくださいよ。瀬戸はセンター斉藤選手を白洲水産高校を使って作成します。斉藤はセカンド片岡選手を明鏡高校を使って作成。2人のイベントデッキはこちら。果たして S ランク以上の選手を作ることができるのか。メタルさん監修のもとスタートです。瀬戸のプレイする白洲水産高校は妄想コマンドをうまく使いコツイベントなどを発生させていきます。チームメイトとの戦友イベントでコツがもらえるので、先に取りやすいコツをゲットしておくのがポイントです。続いて斉藤のプレーする明鏡高校は吹奏楽部の力を借り、いろんな高校のテーマ曲の楽譜を手に入れ、譜面すべてを音符で埋めて経験点を稼いでいきます。まあ下でもいいかな。下だと精神くれるから。で上2つは失敗する感じなんで、言いながら島さん選んでるですよね。僕のアドバイスいらんやんけと思った。斉藤メタルさんのアドバイスを無視しながらもしっかりとハーモニーボーナスを狙っていきます。チェッチレン。練習するチームメイトの音符をチェック、それに合った楽曲を選ぶことで作
らにハーモニーボーナスを狙っていくことができるんです。順調に進めていき地区予選、楽勝で勝って当然かと思いきや、これでは経験点が稼げません。言うても、あ、まあ最終的に決めは取ってもいいか。なんかそれ若干今煽りますハードこい、うん、かわいいちょっとちょっと、煽り合いしてる場合じゃないですよ、チームメイトなんですから。余裕をかましていた瀬戸、なんと地区予選に苦戦しています。これはかなりまずい。甲子園に出してください。よーし、これで甲子園に出れる。やべ、瀬戸さんこれ試合が弱点だから、やべ試合が弱点、こんなに打てないとは。今日は超絶好調です。何超絶好調って増えたちょっと笑わせないでください自分で言ったんじゃん。 あ、ほら、斉藤、言い訳しないで集中しなさい。無事に甲子園出場を果たした斉藤、お隣の瀬戸かなり苦戦している模様。喜んでたのにさ、違う、ハラハラどうやかね、全然違う見てると分かる、全然違うよ全然違うから。球児たちの熱いドラマ、しらすリードで迎える4回です。ワンアウトランナー1塁という場面、最後ストライク。相変わらず打席が苦手の生徒、ギリギリ甲子園を勝ち進んでいきます。甲子園大会初戦を見事突破しました。しらす2回戦を見事突破しました。そんな瀬戸をよそに淡々と勝ち進む斉藤。いや全然危ねえ。ストライクゾーンって知ってます。怖っ。ちょっとお兄さん、お兄さん聞いてくださいよ。自分は私も最後の3-3だったんですよ、同点で。私が、あ、よかったよ、危ねえ、よかった。一人ぼっちできっちりとプレイしていく斉藤、見事甲子園優勝です。瀬戸、相変わらず同じことを繰り返しています。いよいよサクセス終了、最後の能力振り分けに入ります。果たしてどんな選手が出来上がっていくのでしょうか。ムード行きたい、ムード行きたい。取った守備職、取ってないです。守備職に取ってもいいんじゃない、重いけど。でも職員さんっぽい、対エースとか強そう。それは思う。うん、超強そう。リベンジリベンジ。リベンジしそう。リベンジリベンジ。すがるように。リベンジする。斉藤さんだからな。総力 B でもいいんじゃないですか。総力足速いから。設定一応ありましたし、設定って言わないでください。お、早いからね。元陸上部だから。なんか肩と守備力に振っちゃってるから。でもな、センターだしな。そうですね、そうですよね、最低限センターだからな。ということで、はい、サクセス終了しました。イエイ、育成完了。いよいよこの後、片岡さんに披露します。何2人3人揃ってそんな目で見るのなんかすごい賑わってましたね。えっていうか、一個だけ、一個だけ言って、いきなり来てなんなんだけど、はい、長い私たち、作ったんです。やっと？はい、やっと作りました。やっと
センターの斉藤さんを作ったので、うん、チームメイトとしてチームとしてってことは瀬戸さんが斉藤さんを作ったんですね。はい、はい、で斉藤さんが片岡さんを作ったので、はい、ちょっとまず斉藤さんを見ていただきたい。ポイントは斉藤さん足が速いので、うんうんうん、陸上部で走力ちょっと高めで火事場のバカ時間、筋トレいっぱいある。はい、であとは調子安定大事、チャンスもちゃんと大事、20丸。すごいいっぱいある。あとですね、打開とかね。ああ大事、斉藤さんっぽい。確かに、大事大事、野球一番っぽいですもんね。人気者っていうのムードね、大事だから。やっぱ野球って一人だけ起きりゃいいってもんじゃないですか。そうですね、そう、チームとして勝つためにもやっぱりそのムードをちゃんと良くしてくれる人、はい、そして打開もついてるわけでしょ、うんうん、その一つのワンヒットでワンチャンスから急にチームの雰囲気ってガラッと変わるから、それで勝ちに持っていくことできるのですごくいいと思う。すごい。でこれ何ランク何だったんですか。これが S4 です。すごーい。イエ、もっと早くから作っとけばよかったのなんで今じゃあ、はい、次は私でいいですか。お願いします、はい、私が作った片岡さんです。はい、はい、私はこちらになります。名鏡で作りました。お名鏡、はい、でポイントはですね、この、まあ、上からいきますと粘り打ち、粘り打ち大事、入魂、うん、でもバカ力、うん、からの守備職人、守備職人対エース、超強そうって盛り上がりました。いい、絶対強い、大事でリベンジ、うん、ま、で競争心、競争心いいね、うん、大事でからの、それだけでやってきた今までただムードですね。ムードね、ムードはね、もうかなり20までにしたかったですね、うん、ほんとね、元気だけでね、はい、これでランクは何だったんですか。これで S4 です。おちょっと1メモリあれば S5 だった。それぞれお互いの選手を作り終え、問題も解消されたチームパワプロ女子と、ここで片岡さんからこんな提案が。これさ、みんな同じ顔なんだけど、なんか変化できないの？特徴とかつけられないの？顔これ変えられますよ。顔変えられますよ。この何でもできる。すごい、何これ面白いんだけどちょっと選んじゃいましょう。こっから片岡さんっぽいのも選べばいいんですよね。ちょっと一緒に選びましょう。片岡さんっぽいやつ、誰だ、ちかわって、あ、うん、すれ違いました。立川、いい、今、今、今、片岡さんが、あ、すごい、嬉しいね、これ、うん、これ嬉しい。ということで、チームパワプロ女子、ついについに3人揃いました。イエーイ、ようやくですお待たせいたしました。本当にすみません初めて会った日からどれくらい経った、もうでもなんかあれからだから3ヶ月4ヶ月ぐらい経ってんのかな。そうですね、そうですね、だからもうそんな前か、そんな前にしてさ、今になってようやく揃うってやっぱおかしくねえか結成から約3ヶ月ようやくここに来てまとまりを見せ始めたチームパワプロ女子、これからもパワプロを通じて野球の面白さを伝えるべくチームワークを発揮して盛り上げていってもらいたいですね。コナミ